ライダー予備軍や免許取り立てなら、知らないことばかりなのは当たり前。だけどキャリアの長いライダーだって、知っているようでわからないがあったりする。理解しなくてもバイクは乗れるけれど、知っていれば得することやバイクライフが深まるヒントもたくさん。こっそり知って、あなたも今日からベテランだ。 28問目は止まる時のエンブレに関する疑問。A28、コントロールできないエンブレはなるべく使わない。前後ブレーキはライダーがコントロールできるが、エンジンブレーキはコントロールできない。確かにブレーキせずにシフトダウンするとエンブレが強まり、速度は落ちる。一見、安定感が強まるが、エンブレが効きすぎていると。 バイクがリア方向に引っ張られていて曲がりにくい状態になる。ギアが低いほどこの症状は顕著になる。通常の減速時は必ず前後ブレーキで行い。速度が落ちたら一速ずつシフトダウンしていこう。エンブレを抑える方法は高いギアで走るしかなく、これは立ち上がりでのアクセルの、開けやすさにつながるので意識してみよう。 もちろん長い下り道などでは、ベーパーロックや、フェード現象の恐れもあるので、しっかりとエンブレを使うこと。エンブレはコーナーの敵だ、スロットルの。回転合わせでエンブレは軽減できるが、行動なら回転合わせをしなくて、良いくらい低回転で走るのがスムーズに走るコツ。株などのロータリー式ミッション車両についても、 しっかり減速してからシフトダウンしよう。そうすれば後輪ドックの不安はなくなる。電スロ装着車はブリッパーもあり回転合わせも不要。シフトダウンの悩みを解消できる。DCT 車はスイッチ変速で楽々。